何もしないの。やっぱなんかしようかな。おはようワインの出る前にどうも。おはようございます。おはよう。決めたわ。ちょっとご飯ぐらい食べようかな。何もしないんじゃなくてできない？じゃあしてやるよ。年越しそばまで、まあ現状今はしない。現状はね、でも出かけます。今日はルイジとある場所に行って、そっからある場所に行きます。でもそんなに何もしないかな。夜はまあ息抜きかな。配信ちょっとしないかも。今のうちちょっとやりますね。はい。でもうね、今年31日でしょ。さすがにもうリスナーにはお願いしない。メガホンくださいとかね。はい。何もお願いしません。でもマンスリー1に使う。ウイタンが結構な勢いで伸びてるね。差は縮められてるね。昨日飛んでたメガホンいっぱい。ルイタン。ルイジと絡むの？どういうこと？ルイジたち何するの？ちょっと500ナイスで発表します、展開を。今日の展開。さっきルイジとって言ってた？年末、何か、使用 SP だわ。スペシャル。ゼロワンがルイージと、ルイージじゃない、マリオだよ、マリオ。ごめんごめん。マリオね。500人しかいない。500ナイスは草。みんな年末で歩いてる。皆さんどうでした今年は。今年はね。本年もありがとう。いやいや、こちらこそね、ありがとうございます。リスナーさん、いい一年になりましたか？まあ俺はいいことも悪いこともあったけどね。楽しかった？あ、ゼロワンとの出会いの年でいい一年になりました。確かにいい出会いがいっぱいあったね。いい出会いがあったかも。ちょっとメガホンちょうだいね。余ってる人いる？メガホン、メガホンちょうだい。ちょっとマースリッチ不安だから。ありがとうね。課金はいいからアイテムだけやっぱいっちゃうわ。あとナイス押してね。もう癖ついちゃうってるから。300ありがとうね。今年もゼロワンらしい配信が見れて楽しかった。何が好きだった？何が？まあ、1月はね、お父さんでしょ？で、2月何してたかな？ 2 月、思い出せないな。2月、思い出せないね。東旅7月でしょ？富士山とかね。あともう何か覚えてないね。ゆまるちゃんとも付き合ったね、2ヶ月。で、ゼロ眉もあったね。やっぱ女芸がメインなんだろうね、やっぱり。あ、うさこちゃんマネージャー編。やっぱ女芸がメインじゃない？誠治と福岡旅は面白かったけどね。誠治と高志と。あれ面白かったんじゃない？メガホンまとめ投げしてね。コメント流れちゃうから、メガホンまとめ投げいい？あ、ありがとうね、メガホンさんで。あ、火薬さんともバトルあったわ。新野町。金梅さんとね、3人旅ね。あれも、
あったし、もう最後にドカンと来ちゃったな、しきちゃんね。アイコも絡んだっけ、今年。アイコも。ああ、心霊配信の神回、アライグマね。あ、2月だっけ。ナナちゃんちも行ったね。ああ、ヒカルと仲間下で喧嘩のやつね。まあ、それはまあ、あんまり。うん、あ、イキリストと旅してたわ。イキリストと1週間ぐらい一緒にいたわ。よう覚えてるね。あ、クルちゃんと和解ね。流血事件、ポルポンと和解、マユと復縁。マジでいろいろあるね。メガ500あります。あ、キングと対決ね。うん、あ、北海道行っても、ゆみたろちゃんも、あれしたね。ゆみたろちゃんね。うん、あ、無人島もあったわ。全く企画がなかったやつ。タクシー暴言事件、今年じゃないで。10号さん。うん、あれ3年前やで。タクシーの暴言事件は。ふわち流行語大賞は展開じゃない、まず。うん、もうふわち民が展開展開言うようになった、今年ね。もう展開ないのか、展開ないのか。誰が流行らしたの、展開展開とか。配信タイガーズだろ。で、入荷もすごいよね、流行ったよね。うん、出荷ね、うん、あのマリオは出荷しません。はい、もうマリオは1年間います。うん、やめてね、もう出荷しろって。あ、ありがとうございます、メガホン。若手といっぱい絡んだ、誰と絡んだっけね。大阪養分パルゼロワン星人大集合、誕生日ってこと？あゆみたろちゃんも入荷したね、ちょっとね、2日ぐらいね。はい、あの夕方ぐらいから今日ですね、とあるまあ配信者に会いに来ます、2人でね。とある配信者の家行きます。でそこでご飯作ってもらおうかなって、うん、思ってる。ご飯、うん、やっぱ男じゃやっぱできないから、やっぱ今年最後の飯はね、ちょっと作ってもらおうかなと思ってる。養分の配信した内容っつうか、誰でも振り返るべきじゃない、最後なんだから。最後に配信してリスナーと喋ってね、振り返るべきだよね。それしないって逆に何なのと思うけど。あ、いいよ入って。あ、はい、その次入るわ、はい、うん。分け目間違いじゃないか、いや、こっちの分け目がいい、うん。髪型かっこよくなったっつうか、まあ髪伸びたからね、ぼちぼち、まあセットしますよ、うん。いや、加工なんかしてないで、普通に汚いで、うん。してないはずやで。でもそんなね、赤ちゃんみたいな肌無理でしょ、うん、汚い、少々汚い、みんな汚いだろそんなもん。何気にする程度じゃねえよ、うん。なんか口調優しいけど、いつも優しいけど、怒ってる時ばっか来てる。優しいで俺は。今年はゼロワンを知れた年でした。まあ俺以上にリスナー大切にしてる配信者いないから、まあ来年もね、何を大切にするかってやっぱ配信ですよ。配信やっぱ大切にする、うん、配信一番にね考えていきます。ゲップが。長期はまあ休んでも1日とかぐらいにする。今年そうだったよね。
あ、今年はね3ヶ月ぐらい休んで1年通して、うん、多分だよ、うん、3ヶ月休んで、だから9ヶ月稼働だね。うん、来年はもう長期休まないで1年頑張ることだね。3ヶ月休んだでしょ。だからもう休まないようにしたいよね。まあ、休んでも1週間とかぐらいにしたいかな。マリオ、挨拶は？おはようございます。うん、いや俺にはしたけど、リスナーに、はい、おはようございます。で、来年はマリオも稼ぐで、うん、来年はマリオがバリバリになりそうでね、もう流暢に喋るようになるで、うん、今この、あの変化見といて、しっかりするで、うん、伸びる。あの配信は分かんないけど、仕事で絶対伸びると思う。時代来るで、うん、いや変わると思うよ、さすがに、うん、変わらないといけないしね。前よりちょっと変わってる？本当？あのね、俺がね知り合った頃はもうブロックばっかしてた気がする、マリオって、うん、閲覧10人ぐらいだった気がするよ。で、ふわっちの評価は、あの、ルイージ面白いけどマリオつまんないって言われてたね。うん。でも徐々に変わってきてるよ。うん。一気には変わらないからね、人って。ゆめきナイス800。あと自転車乗らずに、もんじょの家で雑談しとけばいいのにな。意味あるな、チャリンコ乗って。そう、ルイージが見下してるでしょ、マリオをね。自分が上だと思ってる。まあ上なんだけど、ちょっと悔しいよね。うん。ルイージが完全に見下して、ブロックされてるらしいから、マリオが見返さないとね。うん。配信だとちょっと厳しいから、仕事でね。うん。今からオールナイト行けよって言って面白いの。何が面白いのか教えてくれる、ちょっと。うん。何が面白いの？あれ、パチンコしてて。つまんないからふわっち見てんじゃないの。うん。面白かったらツイキャス見てるでしょ、パチンコ。ね。ライジン解説して、今日は夕方からもう出かけるで。うん、普通に。まあ夕方5時ぐらいから出かけようかな。うん。はい、01いらっしゃい。やっぱ年末だと人忙しいのかな。今日ずっと暇な人いる？夜から忙しいとかみんな。うん、これリスナーのために枠開くんだけど。で、ある忘年会に行きます。もう決めた。今日当日になって決めた。だから正解だよね、約束しなくて。ある忘年会行きますよ、今日は。うん。で、どの忘年会はまだ秘密。うん。まあ、500ナイスで発表するけど。うん。どれだと思う？うん。あ、メガホンください、メガホン。メガホンください。まあ候補は何個あるかな、3つかな。アキコママ忘年会でしょ、でロビンソンバー忘年会で、グエア会忘年会だね。うん、この3つですね。うん、どれかに行こうかなと。何がおもろいの、まあ付き合いもあるし、まあ、家にいるよりはいいんじゃない。うん、家にいるよりは。どれに、ゆまる、ゆまるちゃん、あきこママ、うんですね。うん、ロビンソンに媚びに行くに1票。なるほど、くるちゃんと会えるロビンソンバー。ああね。うん。
で圧倒的に安いのはキコママのとこ3,000円3,000円だね。うん、ルンルン来るぞ。ルンルンはどこに来るの？ルンルンはだからグレー会はもうかそってるよね、あのメンツでね。うん、つまんなそうだよね。しかもちょっとグレー会で心配なのは、なんか合法ハーブみたいな便所太郎が持ってきてるんだよ。でそれがね、その魔がつく草あるじゃん、あれと同じ成分のやつが入ってて、それをなんかやってぶりってるんだよ。やばいでしょ。うん、金杯決まってた。でグルチャあるんだけど、グルチャの中だと、うん、平気だよって言ってるんだよ便所さんがね。で合法だから大丈夫だけど、子供がいる前でやることじゃないでしょ。悪影響ですよ。うん、悪影響、非合法のものもあるんだ。うん、一回あれ通報した方がいいんじゃない、あれ警察行って。うん、直接行ってやれ、言えないでしょこんなの。なんで俺が直接言わなきゃいけない。うん、四季も吸ってたんだ。ドンキで売ってる？あ、問題ないやつなの？昔から吸ってる？普通にお酒でいいんじゃない？そんなの吸わなくても。うん。うん、ビビって言えないと関わりたくないよね。うん。で、タバコっつうか、なんか液体入れて吸うやつなんじゃない？うん。液体入れて。リキッド、なんかなんだっけ、あの防煙とかいうあの煙出るようなやつじゃない俺ちょっとそれ分かんない、全然したことない、そんなこと。そういうのある？うん、お前何吸ってる？俺はタバコと乳首。あ、お世話になりました。あ、今年もありがとうね、来年もお願いします。リスナーさん大変お世話になりました。今まで一番の結果を残せました今年ね。あの36歳、今全盛期で一番稼げてる。これいつまで続くか分かんないけど、まあ落ちるからね、落ちるかさらに伸びるか分かんないけど、でまあ会社も作れてね、でまあ夢もできて、うん、伸びる、さらなる飛躍の年にしたい。まあ、落ちるか伸びるか分かんないのが面白いけどね、人生って。何が起こるか分かんないしね。うん、いやこれからですよ。ちょっと投資しなきゃいけないから、別にね、あの上を目指さなければ普通に配信だけ してれるんだよ。そしたら何のリスクもないじゃん。でも配信だけだと将来不安でしょ。まあ40歳ぐらいいいけど、50歳になった時にちょっと怖いもんな。うん、来年から 3年で飛躍する。まあ遅咲きだからね、ネットを30歳から始めたから。マジでみんなに出会えてよかった。うん、でも来年から給料制になるからお金を使えなくなっちゃう。うん、逆にいいよね、もう給料制になっちゃうから。だから多分ギャンブルとかもできないかも。うん、だからやっても10万円とか、競馬ね、お小遣いからやるとか、そういう感じになりますね。今までちょっと使いすぎてるから、うん、掛け金下げてお小遣いでやるようにする。その分お金は貯まると思うけど。45になった自分をイメージ、会社成功して、まあ経営者として、でも配信も多分配信してるけど、もうイベントも出てないね。でナイスもやってない。うん、
で、リスナーに、誰々応援してあげてよとか言われてそう。第一線じゃないね。うん。でも、ふわっちやってそう。まだふわっちがあったらね。何の会社？いろんなことやるよ。リスナーさんがこう選択肢を与えてくれたからね。雇ってね。まあ、仕事したい人は DM ください。いろんなことできるやり方があって、教えてもらった。とある社長リスナーに、それやってみようかなって、思ってる。うん。何やるか言わないよ。うん、俺の悪いところだから、配信のこと何でも言ってもいいけど、プライベートのこと言わない。言って損するからね。アンチも多いしね。一部のすごいアンチに嫌がらせされそう。うん。今まあライブっつうか、今自分のね、所得の会社はできたけど、それ以外にやるってこと。喋り方やめろ、キモ。お前もやめろ、じゃあ喋り方。な、高圧的な喋り方しやがってよ。直せよ、人として。な、なんやその喋り方。人に対してキモいとか、挨拶もせずに、こんにちはぐらい言えないの。なんか買ってお前に買う義理はない。なんで買わなきゃいけないの。嫌だよね。うん。俺の彼女なら買ってあげるけど。もう誰もいないんだね、お前ね。俺は配信つけたらリスナーが来てくれる。ね、リスナーさん。ナイス押したよ、雇ってください。いや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 、ちーちゃんはそんな雇うじゃなくて、俺の配信主力だからね。来年もちょっとお願いしますね、ちーちゃん。いろんなことあるけど。ありがとうね、ちーちゃん。ノックに DM して。まいちゃんって結構積極的だからね。いろんな人に DM するよね。コラボしてくださいとか。うん。今日一人でヤマリオいるし、500ナイスで展開言います。うん。で、展開言ったらどうせつまんないって言うんじゃない。でもまあ、言われてもやりますよ。うん。マリオも連れてくよ。なんでお留守番さしとくの。うん。俺の右腕なのに。俺が最近よく話するのがさ、来年はマジでやばくて、藤沢がね、1月ナイスやるとか言ってるじゃん。どんどん吸われてね、ふわっち配信者はもうきつくなるんだよ。うん。数の暴力でね。でも全体的に、ふわっちのオワコンって別にオワコンじゃないんだよ。上が強すぎるんだよ。で、ふわっち配信者が落ちてるからオワコンって言ってるだけで、大して別に人口も減ってないんですよ。うん。邪魔？どうなんだろうね、ふわっち的には。盛り上がるから嬉しいのかな。うん、人口は一応追加すか流れてくるから、人口は増えてるから、喜んでるんじゃない？運営さんは。でも、ふわっち配信者からしたらかそるから、邪魔だよね。うん。で、ゆめきみたいなのが稼いでくでしょ。ナイス持ってっちゃうでしょ。それが鬱陶しいんだよ。うん。いや、例えば、ナーボーさんが来てとかってわかるじゃん。実力に伴ってるから。ね。藤沢がナイスやってだったら全然納得できるんだよ。うん。そこにまつわったやつが持ってくのが鬱陶しいんだよ。うん。で、蓋開けたらあんなね、腰部にペコペコペコ